はい、ゲームの音、マイクの音も大丈夫ですかね。多分大丈夫だと思いますが、大丈夫そうですね。はい、じゃあ今日は東西戦ということで、じゃあチーム分けはどうしようかな。リーダー、じゃあ暇そうなニーヤーさんと、おっと拒否じゃあどうしようかな、今日は。ゲームの音大きい。じゃあリーダー、さあ今ゲームやってどうしようかな。やりたい人とかいないもんな。竜使い。あ、じゃあ今日は破天荒さんと山本さんにしますか。ちょうど空いてましたしね。リーダーです。じゃあまず、じゃあ 1P2P じゃんけんしましょうか。ああ、そっか。じゃあ、取ってからにしますか。決めちゃう。じゃあ、山本さんが 2P。 じゃあ、鳥の順番じゃんけんですか。やって。本気でいきますよ。
さあチーム決まりましたね。ワンピーが、苗場さん、青斎さん、新谷さん、うねさん、ぐっちさん、破天荒さんですね。で 2P がバイパーさん、ヒデさん、シュウさん、山本さんと茶坊主さん、お茶丸くん、これが 2P ですね。さあ今順番決めてるんで、気になる方はリーダーのところへ。1人2キャラですね。で同じキャラはなし。同じキャラなしで1人2キャラ。あ、もうあの順番とキャラも先に決めちゃいましょうね。1から12まで全部はなしです。同じキャラ2キャラなしです。ただ X と S は別です。別キャラ扱いです。あ、マジックある。あ、ちょっと待って、下書き。あ、ただ今順番を決めているところですね。
さあ、ワンピー側はできましたよ、決まりましたよ。 2P どうですか。ヒデに掘られた人がいる。不吉ですね。あ、掘られたい人がいるのか。ああ、 2P は調光してますね。ちょっとこれバルログユーリー、まだね大会始まってません。
あ、そうですね、今日まだちょっと配信始めてないですね。何なんですかね、これ。なんかヒデが気持ち悪いこらこらこら。あ、これ結局CG カードを、あ、結局バルログ、これ中、あの残虐応答のその上の中行ってるんで、結局これ誰のモノマネですか。あ、これ小坂商店さんのモノマネですね結局これ分かる人には分かる。あ、そうですね。なぜかチュンリーのリーだけカタカナという。いけない、山本クオリティ発動。相手も潰れる、相手も潰れる。 DJ もカタカナで DJ ですからね、アルファベットではないというところの。お、あ、これクータス、クータスランブのさらに上の行く氷原乱舞。あ、いいかな。いやー、しかしこれ宙詰めが強い。いやー、マジこれ、いやー、マジ断脚応答の上の宙、これマジ一つキャラで唯一の武器を持つバルログ。さあもう、あ、やるよ、始めます。みんな始めるよ、のじあい、それくらいで。お酒で酔ってる人もいるらしいですが、そんなの気にせず今日も一つ楽しくやっていきましょう。何飲んでんの？あの、僕とシュウさんがん決まりです。マジで？ダメだよダメだよさあ、今日の大会は東西戦形式、6対6、2キャラ持ち、12キャラ対12キャラ。さあ、ワンピー側はちょっと見えづらいが、とりあえず見える感じ。ワンピー誰でしょうか。ワンピー側、ウネエックスリュウ対お茶丸エックスバルログ、さっきのロジャイ同士ですね。ああはい、まあでも一回切りましょう。はい、というわけでやっていきましょう。ウネ君がもう苦し紛れの表情をしているが、果たして今までのロジャイで掴めたものがあったのか。断脚応答の上を行く中、それに対して強い男に会いに行くという竜。いやいやいや、僕も飲むときは飲みますよ。さあ、じゃあやっていきましょう。1P 側ウネ X 竜、 2P 側お茶丸 X バルログ。さあ、ニーヤーさんがなぜか 3DS をやっている。なぜかスト数ではなく 3DS、 これがニュートンです。というわけでやっていきましょう。さあ、なぜか開幕ダメージを取っているのは竜、ちょっと見てませんでした。さあ、ヒョウバルから中央行く戦いになると思ったが、これはアッパーが当たってファイアハードを踏んで中5戦、ここまでは素晴らしいが、ローリングフルヒートすると痛みに遭うぞ。しゃがみ大パンは帰らない。ここからどうする、
この固めがきついが投げにはいけない。さあどうする、お決まりのスカイハイクロさあこれはアウチになってダメージは思い切り増しているが、まあそんなの気にせず大タスマキ中腰入ってダイヤシャ入らない距離。いやピヨって投げはちょっと優しいが、なぜかテラー、なんだそのテラーは。テラー重ねる。ヨットネギの投げ受けに取れないからそんなに優しくないよ。普通に。あ、マジですか。え、バルログだけ。バルログ側がピュアラスた場合の投げに受け身は取れない。100% ですか。100% マジか。初めて知ったんだけど。初めて知りましたね。バルログだけですか。バルログに対して、バルログがピュアラスた。キャラに対しての投げは 100% 受け身が取れないという新情報が入りました。バルログとガイルの大パン投げ。バルログ汚れだろマジで。キャミーもそう。キャミーも叩きつける系の投げは、はい、あ、なるほど、なるほど。バックドロップとか、床に叩きつける系はダメと。ドラゴンスープレックスとかなるほど。あんたもっと床の味味わいなさいよみたいな感じの勢いで投げつけると受け身は取れないらしいです。マジか。ああ、このエッサ側破天荒さん。エッサ側、破天荒さんですね。破天荒さんですね。さあ今日も見よう。おお、破天荒サガットアッパーカット。これが破天荒だと。この名前伊達じゃねえと。プレースタイルで終わらせていくが、この画面端はちょっと辛いか。アッパーカット相打ち悪くない。わあ、こんな切られて、しゃがみダイパー、あれが強い。どうする。うわあ、これはよく縛り状態に若干なってるが、まだわからない。うわあ、見えている。上見てました。これがニーヤー塾に通い詰めた男の効果ですね。素晴らしい。ニーヤー塾なんて あったんだ。はい、まあ、月曜日のビッグバンとか金曜日のデータなどがニーヤーさん必ずいますので。ああ、なるほど。はいさあここで出てくるのは山本 X チュンリー。あ、チュンリー早いですね。いや、まあいいと思いますよ。あのエッサがちょっとずるいんで。エッサもいますからねそうそう、エッサがずるいからね。まあチュンリーもずるいけど。さあなぜかダイヤシが入って、あ、どっちかというとチュンリーの方がずるいのかな。いや、これはチュンリーフリーカードですね。珍しく。そうなの。はい、これチュンリーフリー。さあ投げて、いいよ投げて、もう一回もう一回もう一回。うわー、投げに行かせない。チュンリーの投げは中パン投げで4回で死にます。だから投げに行った方がいいです。すぐそれとよくネットにコメントでニコ動でも言われてますが、すぐそれが強いんです。さあしかし山本チュンリーサブチュンリーっていうのもあって、ちょっとキャラ体が少し分かってないか。どうしていく。ゲージが欲しいが踏まされて、そうですね。うわー、あー、これはガードしてしまう。破天荒サガットが2連勝。次は、さあ次は、あ、チャボーズさんのチャボーズブランカ。ブランカ、ブランカワンチャンありますかね。ない、ないと。ブランカはどう見ても厳しいんじゃないかな。あるわけねえだろいや、これね、ジャパリパークもびっくりの野生の力をちょっと見せつけてほしいですね。これ硬直短いってずるいね。あの BK のやつ、うん、エアスラと一緒だからね、硬直が。あーコマンドで出すためなしで。すげえな。ためなしでエアスラが。すげえな。そりゃすげえわ。さあ寄れない。こりゃ攪拌ペチペチ当てても厳しいが、これはアッパーカット先出しが強い。これ次僕だけど S チュンリーなのでどうしようっていう。あれ DJ じゃないんだ。 S チュンリーですよ。ゲージないっすよ。ゲージ貯めるんでそれでもさあちょっとダメージは勝ってるが、ここは神髄神。
いやー、シャガチューパンが辛い。おっ、あれ見てから角半取るのが X 下がってよりもぶち入りに多分難しいと思うんで、見てからは無理じゃないかな。多分ほぼほぼ無理ですね。さあ、これは熱い角半確定する。おー、ジャンプ大キックが入る。さあ、いいですね。ちょこちょことダメージを積み重ねていく、これがブランカスタイル。しかしピオリッチにはならず、ピオリッチやばい。これ両方ピオリッチか。いや、もうどっちも解除ですね。さあ、これは神に行けなかったか。アフターフォロー OK。 髪が長い、投げて歩いてく神髄歩き。いや、いい台足。これはどうすんの。打たない。熱い。これはマジ救世というわけで火でいってきます。あ、次は火でエスチュンリーのようですね。さあ、火でエスチュンリーですが、まあ、チュンリーってだけで一応使ってるんですが、火ではほぼサブキャラが使えないのでどうしていくんでしょうか。ジャンプ中キックも、あれ S なってないですよ。あれ S なってないじゃない。失格失格とか言われてるし失格ですねこれ。さあ、さっきまで自分と一緒に人気で飲んでたので、まあちょっと酔っ払ってるんでしょうかね。いいね、退場。退場っすね。2キャラ目も使うことなく退場ですねさあ、出せる。あ、出しましたね。出ましたね。これはいる。通常技が X 順位と違いますので、そこはちょっと苦労するかなと。さあ、垂直大キック当てて先手取ったのは S 秀で順位。さあ、飛びが入って中盤から元キック気候拳を当てて、さあ、アッパーカットで暴れる。いいですね、体力が同じぐらい。ジャンプ中キックを飛んでも垂直中キックになります。さあ、破天荒さんもう上は見逃さないですね。破天荒さん上すごい出るんですよね。あのブランカの速い飛びに対しても、おーおー、いいっすよ。出したので前歩きに対して台足出して勝ったのは破天荒 S サガット。強いですね。上だけじゃなくてちゃんと地上も見てますもんね。きれい。あそこを飛ぶんだったらジャックキックが一番いいよ。ついつい X チュンリーの癖で中キックをあの粘り出してしまうと、あの辺垂直、おお、つながってますね。 S チュンリーは飛び の中キックがレバー入れてしまうと、垂直中キックになってしまうので。そうですね。ああ、そうなんですか。はい、まあ、垂直中キックを斜めに飛べると。ほー、デフォで、まあ、垂直中キックは着地がゼロフレなので、まあ、それはそれで強いんですが、ただリーチが圧倒的に短いと。飛ぶんであれば、まあ、今レバー入れないで入れるか、小キックで飛ぶのが一番いいですね。なるほど。反転が圧倒的に強いので。さあ、飛行剣を一生懸命出すがゲージがないのであんまり意味はなさないさあ、ここまでリードはヒデスチュンリー。さあ、もう近寄る気なしですね。そうですね、これはもうガードしても OK ですね。さあ、総裁で避けて、おー、これをやっと止めた。破天荒 S サガット強かったですね。強かったですね。まあ、じゃあ、あの球の速さで上が出るだけで相当強いです。あ、次はさあ、ワンピーが次は苗場さんのガイルです、ね、X ガイル。ワンピー側はまだ3人目です。ツーピー側はもう結構進んでますね。あ、ツーピー側まだ4人目か。まだそんなですね。まあ、まだ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 勝負は分からない。じゃあ投げ返して、投げ返す、まあ、返す。さあ、どんどん前行くぞ。ヒデチュンリー、これ耐久出ない。なんか苗場さん結構ガイル使ってるのかな。うまいですね。ですね。
あれはもうチュンリーのしゃがみ中キックが強いですからね。ただ苗場さんもその動きは悪くない。大津さんまで返す。投げスタブを投げて、ゲンキックが入って、アントビから投げに行かない、曲げて、さあゲンキックで惑わしていく、ゲンキック、ゲンキックで、さあ前そば、おっと、サポート様は外れる、おっと、バックジャンプしたかからず、あここで投げて、失望、減りましたね、まあ、さすがスコアエスチュンリですね、チュンリ投げ。さあここで出てくるのがワンピー側が、お、青サイさんも青サイの S 残儀をミスった。 S 残儀が S、ま、これ負けでいいですか、退場。じゃあ失格ですね、青サイ退場。退場、今日退場者多いですね。でも正直俺青サイさんの S 残儀あんま見たことないですよ。逆に青サイさんのサブキャラってどっちかというと竜とかソニックサマーが好きなガイルとかなんですけどね。さあチームメイトから左右右とコマンドを今聞いてますね、仕方を教わる。おっとおい、これ他の人に出してもらった方がいいんじゃないの。さあ2連続失敗、これ退場ですかね。ただ単純にチュンリーへの肘鉄がヘルヘル。肘鉄あれショーパンなのに中パンぐらい減ってますね。いやもうめっちゃ減ってますよ。やっぱ肘は危険だということですね。青沢さん次失敗したら50円入れてね。さすがにそこは参加費超えてるから次失敗したら。さあ3度目。お、出た、出ましたね。さあ S 残儀出しただけでなぜか拍手が起こる。さあこれに勝たないと。ただ、さすがに S とはいえこれはチュンリー有利でしょう。さあオーラパンチ当てて、さあ、まあ、しゃがみ中キック、しゃがみ中キック前に出て当てていく。おーっと、垂直様、おーっと、ナイスダブルにいました。あーっと優しい。さあ今 X だったら今バニシング出てたとこでしょうかね。いや出ないんじゃないですかね。出ないですかね。あ、さあ体力お互い同じぐらい。おーっと、ジャッキッカー飛び込んで相馬スクール。さあなぜかカットに首をかしげてる青サイ。さあ相打ち。おーっと、なんだ今のは。チュン、ヒリチュンリは結構相手の大き攻めに対してにめくりをしていくんですが、 S チュンリはそれがあんまりできないので。おっと、ただここまで体力圧倒的リードは青サイ S ザンギ。おーっと、ダブルが当たる、勝ったのは青サイ。さあ 2P 側は山本さんの竜ですね。さあチームメイトのバイバーさんからヒデに対して厳しいお言葉が。いやこれしょうがないです、 X じゃないんで。ふざけんなよと。バイバーさん、バイバーさん怒らせたら怖いですからね。そうですね。さあ今日ミンキーに行った2人組。さあ、これ誰？これは山本さんのニューですが、ただ S 残儀といえど青、いやー、やばいこれ。おーい、ジャッキッカースクリュー、竜がなぜか矢口真理。青沢さんの道義戦は定評がありますからね。そうですね。まあそこは S 残儀になってもあんま変わらない。そうですね。バリシングが出ないから逆に OK までありますね。さあスクリュー たら地球に優しい、優しいっていうか あの辺のスクリューのコントロールが青沢さんにできないんですよね。残儀癖のくせに。さあこれは、お、撫でて、受け身がないよ、撫でて、もう一回か、あるよこれ。あー、やられ返して、
ダイヤシー、ダイヤシー、うわー、走ってくる、強い。さあここでかぶせ入ります。お茶丸 X ホンダ。さあ X ホンダと聞いて青沢さんが思わずえっとそりゃえってなればしかもエース残機ですからね、これ跳ねて出されるだけで相当辛いんじゃないですかね。そうっすね、つれえ、つらい、つらい、もう半分持ってかれる。なにこれ、スクリューも勝てないの、終わってる。なぜか頭で返して、これは正面。さあ4段入ったら強い。おっと、わー、なんか4段休み、おっ、まだあるよ。何やってんの本田、ダメでしょ、自分から突っ込んじゃ。お茶丸くん、あそこは待ちましょう、冷静に。体力リードしたら何もやらなくていいまである。キャラ勝ちの時は待ちですよ。そうですね、これ9-1ですからね。もう正直頭突きで突っ込んでいく必要が全くないので 100% ないですね。はい、もう画面ちょっとだからガード、おーっと、糸で返して、なぜか頭突き。さあもう待て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 、張り手がどこからでも飛んでくる。待て待てって犬かって話ですけどね。そうですねまるでこの前の火曜日の東大戦の飛んじゃめ飛んじゃめみたいな感じの そんな勢いですね。さあ、これつら、ハンす。さあ、ハリテ、ハリテで、ハリテだけでもう体力、大ハリテで終わるじゃん。終わりますね、またもう下がって。さあ、それでも全くアドバイスを聞かずどんどん突っ込んでいくこれがお茶丸スタイル。まあ、これはしょうがないですね。次誰、グッチブランカ、グッチブランカ。さあグッチブランカ実は何気に強いんで、ちょっとっ、あ、やっと酔いさめてきた、よかった。さあ出てくるのはグッチブランカ。はい、さあバックステップに頭突きが刺さって、また頭突きが刺さって、これやばいねさあ張り手と頭突きだけで、うん、マジで今の勝っちゃう。もうあと残り、あ、3ドットぐらいしかないぞ。さあスパコンで削っていく、これは確定。これ多分ホンダ好き放題やっても負けないまでありますよね。いや全然負けるから、好き放題やったらさすがに負ける、さすがに。ああ、あとホンダがしゃがんでたせいでめくりからの中キック、中パンチ。いや痛い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 、さあ痛いぞこれ、どうすんのこれ。さあ急に下がる、あーっと突っ込んでいくが、お、大体相手強い位置、うわー、入る。ここでスパコンで返してく、マジか。ニーアテンさあここで出てくるのはニーアテン、最近剣しか使ってないニーヤさんですねホンダはどこ行ったと。さあしかしホンダの思考は丸分かりなので、ニーヤさんからしたら何も困らない。しかし最大最大じゃないですね、あそこは、はい、大勝利入ります。あ、そうなんですね、大勝利入ってピョります。あ、じゃあそれでジャンプ大キック、まあ、大パン弱勝利で終わりと、まあおしまいですね。そう、なんか頭突きがめっちゃ減る。さあ、さすまけん逃げていくぞ。さあどうすんの、アントビは行かず。さあこれはもう完全に剣の前。さあ弱波動を垂直で失敗する。お、弱うまいぞ、うまいが、またこかされて、おーっと、おいと仕込んでる。さあ、あとが続かない。さあ、ダイヤシュタイクして、これは確定ですね、これですね、これはしょうがないっす。チャボーズサガット、チャボーズサガット、これは強いですよ。チャボサガ、剣サガ、これはサガット有利だと思うんですが激アツです。あ、サガト有利なんですね、これ。若干じゃないですかね。若干。若干っていうか、だから、剣側の技量が、まあ、両方とも技量試されるかな。ああ、シュウさんから見て、サガトでやるとどうすか？めちゃめちゃ面白いです。おー。もう激アツカードですね。マジか、隋ですね。隋カード。いや、ほんと隋カード。さあ、しかし、チャボーゼさんがやはりメインキャラということもあって、うまくいらしているが、う今、ニオッタが、なんとか、う何に行こうとしてますね。何に行ってもやっぱりムエタイとかで止められるの結構強いですね。ここはしゃがみで OK と、膝つかめれてもまだ致死量にはいかないと。飛びが入る、飛びが入る、まあ、サガットのやっぱり長いダイヤシとか通常技があるんですが、はい、
うお、昇竜読み上タイガー。あそこは剣がちょっと落としたいとこですね、はい、まあ、難しいんですけどね、あそこのあれは剣は大昇竜とかあるので、はい、チャボさん冷静ですね。うまいですね。いや、うまい。あの子は足が痛いんですよ。してやって、あれね、ダメージ値よりも寄れなかった時の悲劇の方がでかいんで、寄れないのが結構やっぱ痛いですね。そうですね。さあ、しかし入る、冷静にガード、ガード、ダイヤチ入って、いや、これが入る、うまい、うねがいる。あ、ごめんなさい。さあ、ここで出てくるのはやる気勢、関東じゃもう全員、関東一全員一じゃないですね。若手の中ではもうやる気勢すごい、もうすごいですね。僕も若手ですが、かなりやり込み勢ですよ。そこ黙らないでください。え、なんか言った今。苦しい苦しい。若手というか、ただうね君の若手っぷりは半端ないですからね。まあ確かに。まだ10代ですよ。そうですね。ヒデは電一、電一ってどういうこと？電一、電一。さあ、ただここまで押してんのは、うまいな、腕がいる、飛びがバンバン入る。自分で思わず拍手。あの割り切った飛びは結構ね。そうですね。まああのやるときはやるぞっていう、あのガイルの、ガイルならではの飛び、いいと思います。これは最大。あ、うまい。さあ、体力取られた時の対処はしてあるのか、うね君。どうする？さあ、ここまでは圧倒的にチャボーズ下がっと有利。さあ、ダイスタイクうまいですね。さあ、ここは老舗のサガットですね。さあ、開幕取ったのはガイル側だが、あー、ウラギリ TDS、 あそこは大パンじゃなくて中キック飛びが一番良かったですね。そうなんですね、はい。ダイパンは下にそんな判定が強い技ではないので、あの距離、はい、近い距離であれば中キックが飛ぶのが多分正解だと思います。おっと、対空が出ない。どうすんの？さあ、もらってまだ大丈夫。さあ、チャボーズさんも様子見て打ってるよ。おっと、サマーよく出した。さあ、ダイヤ出して、いい勝負。さあ、飛ぶ、当たらないぞ。うわー、おーっと、そばって下がってた。熱いぞ、これまだわかんない。サーマーで返す。マジか。さあ、続いて出てくるのはバイパーさん。バイパーさん、ガイルじゃなくて竜なんですね、今日。おっと、竜戦だったな。まだまだと言ってるが、これ完全フラグだぞ、おい。バイパーさんにそんなこと言っちゃダメ。今誰が言ったんすか？ウネガイル本人が。マジか。竜戦だったらまだまだとか言ってますが、そんなことバイパーさんの言うに言っちゃダメですよ。あっ、遅いよ。川島さん、完全になんか目しょぼしょぼさせてるってことは寝起きですか？眠い花粉症。あの俺と一緒の類でしたね。しょうがないです。なんか親指で一生懸命なんか押してる仕草をしてましたね。そうですね、俺と一緒の類でしたね。しょうがないです。さあ、真空が入って1本目取ったのはバイパー。さあ、ソニックに竜巻が出てアントビから投げで、うねがえる受け身がない。ちょっと高い変える感じもしたが、さすがにこれはもうバイパーさんの竜は激強なので、うわー、うまい上り。あー、さあ、ほらフラグ回収。ダメですよ、相手を卑下する発言は。さあ、これ出てくるのは、破天荒さんの竜ですね。来ました、神髄竜竜。いや、今のバイパーさんのあれガイルのヘビースターブに対して中盤飛びの3段すごかったですね。マリオパンチ中キックハイ波動、あれいいですね。さあ、竜竜対決。いや、冷静。いや、マジバイパーさん強いわ、これバイパーさん。いや、バイパーさん 2P 側ですよ。あれ、あ、逆だった。破天荒さん色取られちゃってるんで。なるほど、はい。そう、体育出ない。さあ、体育出ないぞ。さあ、体力はほぼ同じぐらい。さあ、お互いゲージ持ったぞ。カクカクタイムか、これはちょっと遅い、間に合わない。さあ、神髄ゲージはバイパーさんが持ってどうなる。あー、これはハード当たってしまって危ないぞ、今の波動も。さあ、バイパーさんカッカし始めた。いや、これは削り圏内か。削る。リバーサー昇竜でしてもダメだったってことですね、今。歩いてダイヤシが入りますね、はい。
さあ1本目はバイパー流。いやー大勝利バッチリ。おっとこれはアントビにはならなかったが、さあ飛びが入る。あリバーサ中小流、ちょっと今高かったんで、うわしゃがみぐらい。さあしゃがみはやばい。これはゲージ、しかもゲージ持ってる。はー、いやー強い。ナエバチュンディですね。さあここでナエバチュンディが登場。先ほどの試合で20何連勝してましたよ、ナエバさん。マジか、はい。さあ露骨にゲージ溜め完了。さあ飛びが入って、これはサッカー入んない距離。さあ相打ち、チュンリーの尻はいい、間違いない。さあ投げて、さあお互いゲージ持ったが、さあどうなる。さあ第5スで近づいてって、あーマリオパンチしようとしたらチュンリー様で切られて、投げて、あいいですね、冷静ですね。さあしかし、ただ竜も真空ありますので、もっとだいぶ分かんないぞ。そうですね、ストッキングって多分服の色によって若干違うのかな。あのホンダのあのパンツと一緒です。なるほど、ホンダのパンツもあの色違いなんで、皆さんあのホンダのパンツにも着目しましょう。あんまホンダのパンツに、おーっと着地に先月が入る。ホンダのパンツあんま注目したくもないんですけど、まあそうですね。そりゃそうだ。しかもふんどしでごまかすとツッコミがホンダから入ってますよ。はい、ありがとうございます、的確なツッコミ。そうですね、やっぱりこのヒデ発言にあの的確なツッコミ入れてもらえるのはありがたい。さあゲージ同時溜まったぞ。上り中キック当たって、シューゲンはいいが、大勝利で対空。あれね、チュンリーのねめくりねかなり激ムズなんですよ。重なってないとチュンリーが、うおーっと投げか、投げか、お投げ返す。まだわかんないぞ、真髄ゲージは持ってるが合わせたい。さあこの1ラウンド目を捉えてるので、リュウはここからシングタムぶちゃれば全部減る可能性ある。いやこれは、ああ持たれたら厳しい。もう1回持つぞ。おお、あーマジか。あ俺だなかな、シュウさんかな。はーい、じゃあ DJ 行きます。はーい、いってらっしゃい。さあシュウさんの DJ ですね。さあお待ちかね、シュウさんの DJ。 こんばんは、山本です。山本さん、シュウさんの DJ の強さを知らなかったらしいですが、いや初めて見ましたよ。いやあのシュウさんの DJ ぶち切りで強いですからね。あの普通にあのこういうイベントの時に7連勝8連勝してくれる DJ なので、 お期待しますね。いやうめえな。あーあれ引き付けテンションやんないと落ちないやつですね。あーいやただシュウさんに聞いたら、はい、あのエコ DJ より強いって言われたんですけど、あそもそもエコ DJ さんのあの、まあ、DJ すら見たことがない、はい、ちょそれはあれバーサスコナサスキですね。キャミーしか見た記憶がないんだけど、そんな思いでした。あこれは投げて、うわピヨった。あ安い、優しいがまあ吐くよね。吐かして、時間はたっぷりありますからね。おあそこね、チュンリーがね、とりあえず何ももらいたくないんで吐きたくなるんですよ。あーなるほど、安全策ってやつですね。次はオッサイさん。いやでもそれを裏を行く冷静に地上で対応すると DJ が若干びっくりするんで、うん、そこを今日ついてどうするかっていうところだと思いますね。さあここでアオッサイザンギエフ、いいですね、寄らせないためのゲージ返しも込みで。あのスライディング DJ あるじゃないですか、はい、あれしっかりあの膝下あたりまでめり込ますくらいのスライディングだと何もできないので、ナンギ側は。あそうなんすか、投げれない。先端だと若干まずいんですけど、あこんな感じですね、しっかりと。ガードバックがあるんですね。ガードバックも、あーやばいこれ、うわーゴーダン入る。コンボで持ってった、スクリューなかったっすね今のは。やばいな、これちなみに DJ ユリなのでですよね。しかしうまいな、玉寄せが。あ苦しい、よく寄せた。しかしいいですね、あのセラの当て方はバッチリです。
あーシャガチューパン強え、エアスラーも辛い、しか売れないですね残業。そうですね、Pラリの3、4回転目が発動あたりであのエアスラー打てるので、まずダメージをほぼほぼもらわない状態 で、ね、なおかつ硬直も少ないのでそこも込みで OK っていうところですかね。なるほど。さあこれはジャンプダイティックメスリー、やべえロレス回ってない俺ソバットも同時に溜まるってことだ。なるほど。まあゲージ開始もバッチリですね。いや厳しいなこれ、どうすんの。あーこれは来た、入るから、いや様子見てしまった。まあ様子見るしかないんですよね、ジャック回るので。そうっすね、ゲージ回るんで。やばいこれ、はい、まだわかんない、まだ。あっコッパコッパコッパ大足、手かれた。マジか俺だよ。次はヒデさんですね。ヒデさん、チュンリー、いやお疲れ様でした。くそー、あの残機ムカつくわまあまあ次剣があるんで。さあ出てくるのはヒデチュンリー、これ残機戦なので仕事はしていただきたい感じがします。さあ、1P 側は10番目残り3人、1P 側は、同じく残り3人ですね、残り10番目ですね。イーブンですね。イーブン。キャラが残機ホーク本田に対して 2P 側はチュンリー兼ホーク、大して変わんないっすよ俺で終わるとか言って、いや俺剣なんで。ホンダのホーク、まあ多分いけますけどいや、ただホークわかんないですよ。バイパーさんと相当お互いやってるんで、バイパーさんも牽引戦だ、相当慣れてるんで。あーこれは確定。おっと、さあ7段入る、きっちり仕事をするヒデチュンリー、うなでる青サイ、ざまあ見やがれ続いてかさあこれがグッチホーク、グッチホークですね。あれこれは厳しい。グッチさん、ちなみにあの N コパン歩き台風 2P 側しか出ないっていう情報があるんで。おっと 1P 取っといてよかったっすね我々としては。たださすがにグッチさんのホークはやっぱサブキャラなんでちょっと厳しいですかね。おーっとスピバが漏れる。さあコンドルダイブ当てて、さあこれはボタン話でも OKオーケー、これはもう歩きたい。さあ欲張ったリバタテンション当たって投げる。さあ引っ張って投げて受け目で通る。さあコントロールダイブ当たって、あーこれは確定、完全読まれてた、甘えたからとヒデから言われる。まあ今きっちりリバーサで出すヒデも偉かったですね。ここまで体力リードはグッチホーク、チュンリーがやっぱコンドルダイブの対処がもうあの肝ですね。さあ体力リードしてるのはチュンリー、しかもゲージ持ってるぞ。さあおーっとゼロドット残った、オーラパンチで知らない。さあ着地、着地のトマホは完全に読まれてましたね。さあ新谷さんの本田が大将、はい、大将ですね。ワンピーガー大将は新谷本田、それに対して 2P 側はヒデチュンニーと自分の剣とバイパーさんのホーク残ってます。まあ、ちょっとホークまでいっちゃうとあれですが、自分とヒデと自分で止めれる可能性の方が高いのかな。さあビンタで対抗していく、いい流れですね。ここまで完璧な立ち回りのヒデチュンリー、さあまだ1点の、おーっとヒデに落としてく。今日バイパーさんからあのヒデさん飲んでるからダメだって言われたんでの割には動きいいですね。まああの100巻手前打ちはガードを してもまあ完全に使ったので投げで確定でしたと思うんですけどね。さあ画面端に追えられたぞ。おここが踏ん張りどころ。さああの
おお空中投げ相打ち。チュンリも画面端に追いやられると、ホンダの先出しの中キックや、あの中パンチですね、あれに対してチュンリも結構返しづらいので、あーっとバレてしまう。さあ大井町が入って、2択、あこれガード、なんとかピョーは逃れた感じ。ただここまで体力圧倒的リードはニーヤホンダ。さあ気候を踏んでしまう、ゲージ持ってるぞ。さあ気候、気候を踏んでしまう。ホンダが飛びたいところにチュンリも強気候を置くと、結構飛ぶ瞬間にああいう感じで落とされてしまうので、あの辺は読みですね。あんな感じですね。 あれが弱だとホンダは飛び越せるんですが、あれを強で打ってしまうとホンダが飛ぶ瞬間に強気候を当たってしまいます。おーっと、ドニムソーが入ってしまった。シューターでカスTBS カスすぐすごいまくられましたね。お前なんで俺次が出される、余も末の末だわ。やばかった今の。いやーやっちまった。まあしょうがない。シューさんお願いします。いやシューさんならね大丈夫、中村さんとねこの前いっぱいやったって言ってたんで。ただ中村さんとやりすぎてトラウマを植え付けられてなければ OK ですが、これです、シューさんの安定。これは死にかく、うん、さあリーチがかかった 2P 側、あーいい2段、あ冷静、冷静で、うわマジか、大足勝利仕込み。いやこれはやばい、ホンダ側が矢口心理状態。おっと柊さんが P 勝ちで締める。エキシビジョンいきますか、柊さん対バイパーさん。うちが新体操の魂のほうがいるんだけどやめよう、それはあかんここからはね、いやー、ディーアさんに負けられたら超悔しい。これしかないよ。まあそうですね、僕が浮かせに中足振っちゃったのがマジでアウトでしたね。中足に3ヒットしたのが珍しいんだよ。普通2ヒットで俺が止まって、はい、中足クラッと終わりだった。マジっすか。じゃあ、あれか、設定6並みの引きをしてしまったっていう感じですね。2だと3ヒットしやすいんだけど、はい、中足はそんなに3ヒットしないから。マジか、必要です。いや、嬉しくない、今日負けてるから。うわー、し出した技の選択肢は悪くなかった。はい、ここでシングル俺たちやる、あれですね、弾きですね、弾きシングル俺たちがもう一回炸裂して、さあシュウさん去年の X エストではツムラホークに負けてしまった意地を返したい。さあここはトップスピンに逃げて、怖い怖い、シュウさんが思わずホワーと言ってるが、ホワーと言っても画面は変わらない。冷静にやる気カード、これはうわー怖い、あーよく肌当てた、どっちタスマキから2段当てて、あばばばばばばおお、これはレフですね。今のはちょっと危なかった。何回か殺されるシーンが頭の中によじりましたが、さあここは冷静にガード、いいですね、大足波動しっかり押していきます。うわ勝利、これはクータスから一度と削りで、しかしここでシングル俺たち2回目はならず、ダイヤ仕掛けて、熱い、まだわからない、ダブルの俺たちのバイパーが入るではまだわからない、そんな局面、しかしシュウさんがもぎ取っていく。というわけで本日は 2P 側の勝利となりました、おめでとうございます。
はい、じゃあ勝った方の皆さんちょっと写真撮りますね。じゃあちょっと集まってください。はい、2P チームの皆さんおられますか。じゃあ本日の大会はこれで終了いたします。あー、これは今日もいい大会でしたね。あ、すごい良かったと思います。あれ良かったね、あの試合ね、ヒデ対ニーヤさんのね。いや、あれね、ニーヤさんからさっきちょっと助言確認したんですけど、中足の選択肢は間違ってないけれども3ヒット当たるのは珍しかったっていう感じで、まあ、確かにそうそう、2ヒットだったら僕がその着地に中足飛行点までやって、で仮に100回やってもバックジャンプ大キックもしくは垂直チュンリーサマーでもう終わってたんで、まあでもあそこで中足振ってしまうのはちょっと僕がちょっとダメでしたね。まあそうだね、まあそうですね、甘え中足をしっかり咎めた新谷さんに軍配が上がったって感じだったので、後半ですか。お、 XX ダブルクロス、モンハン X、 モンハン XX さあ俺もの試合ちょっとやろう。さあ、じゃあ来週はバーサスでランバトで、その次、4月の何日だ15ですね、4月15日、また大山店でランバトありますので、さあぜひ皆さん遊びに来てください。
Round 2, fight! Sakon!
Oh!
ー